学校ですかこれ。お、なんか足みたいなのが。これ足？人ですかこれ。昭和38年ですか。今日もハイソンシリーズということで、もうほんまに今山の中に来て、ここまで来るのも相当結構時間かかりましたね。そうね、だいぶ。そうですね。今日はもうとある山の中にあるんですけど、昔その村があったということで、廃村ですね。うん、で、まだ学校もあったりとかいう感じなので、ちょっと見てみようかなと思うんですけど、もちろんその法律的には立ち入り禁止の看板あったりとか、チェーンとか柵があったら、そういう法律が適用されるんで、まあ実際その、その協力者のアドバイスを受けた上で、ちょっと入っていくというか、まあその普通の入れる部分だけ、うん、入れる部分だけをちょっと歩いていこうかなということで、始まります。皆さんこんにちは。今回もよろしくお願いします。今回は集落の中に求人上小学校があるという情報を入手いたしました。どうか最後までよろしくお願いします。うん、今日は時間かかりそうですね。そうね。うん、電柱ですかねこれ。電柱が、電柱があるってことは。よいしょ、近いです。電柱は来てないけど昔住んどったですね。でもあの家をたどればなんかあるってことですね。こんな山奥にね。よし。これ鳥の巣じゃないですかこれ。なんか来ましたね。集落というか。うわあ、これ橋なんですねこれ。こっち側なんか石垣というかなんかありますね。そこにお墓ありますね。うん。これ。何でしょうここ。これ食べじゃない。学校ですかこれ。お、
なんか足みたいなのが。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。なんか足みたいなのが。これ足人ですか？これなんだろう。これこれちょっと不思議、謎というか。ちょっと取り掛かってきた。これなんか公園みたいな感じになってんですかね。遊具みたいなのがあるんですけど。運動場じゃないけど。へえ。おお。ああ、やっぱ運動場とかそんなの。開けたらね、運動場とか子供が遊んだりとかする場所ってブランコがあるじゃん。ですね。うわー、すごい。ゴミ捨てるとこありますね。多分公園かもしれないですね。公園で、あの多分学校かもしれないけど自由に入れる感じなのかもしれないですね。それがずっと放置されてっていう。はい。相当そのまま、ね、まあ、学校か分からないですけど、もしかしたら公民館かもしれないですよ。なんか分からないですよ、それは。なんか証拠がないんで、ただ中には入れないんですね。通してんで、通してて、まあ、ただここで遊ぶのは自由ですよっていうことかもしれないです。子供がおらんくなって、ですよね。年配の方ばっかりになった。ですよね。ここで給食とか出てったのかもしれない。何の施設なんですかね、これ。まあこれ何なんですかね。酒が置いてありますね。酒がめちゃでかい、酒の瓶が。お、昔の。99年98年って書いてます。でもつい最近までってことですかね。寄付されたやつとかです。昭和38年ですか。昭和38年度。なんて読んだろこれ。なんとかブラック寄付って書いてます。昭和の時代に
あった何かですよね。ですよね。ここは旧金城小学校であり、明治24年の開校で、昭和48年1973年に廃校となったそうです。この付近にはそれほど民家もないので、今は山の中に発見が不可能な集落があるのかもしれません。謎は深まりますが、今日はこの辺で。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。